岡田優は、滋賀県大津市出身の元プロバスケットボール選手。身長184センチメートル、体重75キログラムで、ポジションはシューティングガード。2019年7月12日に現役引退を発表した。10歳でバスケットボールを始める。大津市立アわず中学校時代に、滋賀県大会で優勝した実績を引き下げ、京都の東山高校に入学。 一年時にウィンターカップに出場し、ベスト8に進出する。大学は近畿大学に進学し、2年4年時に関西リーグ優勝を経験。個人タイトルとして2度の3ポイント王と得点王にも輝いている。インカレには4年連続で出場している。卒業後、日本プロバスケットボールリーグの高松ファイブアローズのチームトライアウトに合格し入団。 背番号は22番。ドラフト外での入団ながら、ルーキーシーズンより全試合出場を果たし、2006から07シーズン準優勝に貢献。第1回、BJ リーグオールスターゲームにも主催者推薦で選出される。11月12日の東京アパッチ戦では、BJ リーグ最多記録となる9本の3ポイントシュートを決めている。 2007から08シーズンにより、背番号を9番に変更。オールスターゲームに2シーズン連続出場。2008から09シーズンは2シーズンぶりに全、試合出場を果たし、プレイオフカンファレンスセミファイナル進出に貢献。2009から10シーズンのオールスターゲームでは、スリーポイントコンテストで、初優勝。試合でも途中出場ながら15得点し、 ウエストチームの初勝利に貢献。レギュラーシーズンでは1試合平均19.0得点し、日本人選手では初となる BJ リーグ得点ランキングトップ10入りを果たし、BJ リーグコミッショナー特別賞を受賞した。オフに FA 権を行使して、シガレイクスターズに移籍。2010から11シーズンのオールスターゲームのスリーポイントコンテストでは連覇を達成。 2011から12シーズンより、背番号を1番に変更。2012年オフに、再び FA 権を行使して、京都ハンナリーズに移籍。2014年オフに3度目の FA 権行使で、滋賀に復帰。2014から15シーズンは、ファイナルズに進出。2015から16シーズン11月21日の、大分戦で38得点。3月6日の浜松戦で、 通算6000得点に到達。5.6日の連勝に大きく貢献したことが評価されたかま在籍時以来となる週間 MVP を受賞。2016年7月、富山クラウジーズに移籍2016から17シーズンは51試合に出場し、1試合平均7.4得点を挙げた。2017から18シーズンも富山に残留し、 シーズン開幕から18試合に出場したが、2017年12月17日以降、出場機会がなく、翌2018年1月26日、富山と同じく B1 の西宮ストークスに期限付きで移籍することになった。2018から19シーズンは、東京八王子ビートレインズと契約。シーズン終了後、現役引退。 引退後は古巣である京都ハンナリーズのスクールコーチに就任した。ありがとうございます。